どうもこんにちは、ミカスです。はい、今日はですねラジコンです。ちょっと今までにないやつ買ってみました。イーコンって書いてあるんですけどね、これが、まあ、中国のメーカーなんですけど、前にね巨大な7分の1サイズのオフロードのラジコンっていう動画出してまして、しかも新しいチャンネルも作ったんですけどね、あ、よかったら登録お願いします。はい、でそんなイーコンの今回はクローラーっていうやつです。スケールクローラー、いわゆるデコボコ道を走る系のラジコンですね、のでかいやつ。はい、で、OBL さんというところでいつも買ってるんですけど、ちょっとねこっちはねオプションもいろいろ買ってみましたんで、それはまた別の動画でやろうと思います。さあこいつですよ、早速ちょっとね開けてみようと思います。こんにちは。おお、でかこんな風に入ってんの、こんな風に入ってんの、なんか箱に入ってるんじゃないんだ。さあですね、これどうしようか、はい、付属品がまあ説明書と、うん、なんか一応スペアパーツ的なもの、はい、それからこれが、プロポですかね。はい、まあ、付属のプロポは、まあ、こういう、まあ、ちょっとチャッチーやつなんですけど、今回のこのモデルに関しては結構このスイッチ類を使うっていうことで、まあ、自分のね使ってるeプロポには変えないでいこうかなと思います。はい、まあ、電池のタイプですね、電池が4本、炭酸4本ですかね。まあクローラーなので別に精度は求めないんで、はい、でうわー出たー、かっこいい、かっこいいな、どうやって出そうかな、こういうのが山ほど入ってる。さあじゃあちょっと頑張って出しましょう。ついてる。あ、ちなみにまたこれステッカーが結構いっぱい入ってますね、チャイナ書いてありますけど。はい、出ました。ペロリンペロリン、はい出た。ね、ボディ赤にしてみたんですけど、まあ、いわゆる、まあ、クライスラーというかジープのラングラーのルビコンってやつですかね。さあちょっとね大きさをどうやってやろうかな、今手元にね、今右手に自分が持ってるのが、はい、前に、あ、ちょっとねこれ屋根が接着剤で白くなっちゃったんですけど、前に動画で紹介したミニッツ 4x4 の同じ車ですね。はい、まあ、ミニッツと比べるのもどうなんだいって話なんですけど、まあこんな感じですよ。いやー、ミニッツもこれちなみに形がね、かなり、まあ、プラスチックのボディで精巧にできてて、これもねかなりかっこいいんですよね。あの、いろいろカスタムもしてね、オイルダンパーつけて、真鍮製のハブとかつけてね、もうなかなかのもんなんですけど、まあ構造的にはほぼこれと同じような感じのはずです。ちょっと裏見てみましょうか、ね、もうかっこええな、これかっこええな。ああ、なぜかヘルメットかぶってる、クローラーなのにヘルメットかぶってるはい、ほら同じような感じでしょ。うわー、なんかかっこええわ、これはいいね。はい、でボディがですね、このネジをこれを外す、あ、落ちた、あ、落ちた落ちた。そうするとどこから落とす、おおおお、はい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 、おーおお、開いたー。はい、こんな感じのサーシですね。モーターがね結構でかで、ブラシモーター、一応なんかファンみたいなのついてるな。へえ。でここにバッテリー置いて、でコネクタは、あ、これね XT90 だったかなんだか、はい、でここに受信機が入ってる、でこれは、あ、あのさっきの発泡ですね。で、まあ、ここダンパーがついてて、あ、一応マグネットなんだ、マグネットプラスネジでロックするっていう感じなんですね。で電飾関係もすごくて、これは受信機じゃなくて、受信機、電飾のやつよくわかんないですけど、なんかここに装置がついているとこういった感じですね。あ、
本当ね、かっこいいこれ。あ、こっちにもマグネットですね。やばくないですかこれ。で、なんかここはね、取り外すことができるみたいなんですけど、ちょっとやり方わかんないです。じゃあ、ちょっとまずはですね、バッテリーつけて動ける状態にしちゃいましょう。さあ、では電源をまずはね、入れてみようと思います。ここでクロポの電源をオン、そしてここら辺にあたるスイッチオン。よし、うわ、光った光った。いや、 LED めっちゃ光ってんじゃん。上とヘッドライトと、あとここにも、あとここにも、すごいですね。で、ハンドル、わーっと、ウインカーがつく。ウインカーつくのおかしくないなんか、ちょっとでも傷つくの、ちょっとでも傷ついちゃうんだ。だってこれ岩場走ってる時ウインカーついたらおかしくない。まあいいか。あ、ちなみにですね、プロポのここ3チャンネルかな、これ。あ、4チャンネルのところでオフ、あ、オフにしてもフォグはつくんだ。でウインカーもつくんだ。で、2段目にすると、なんかビカビカモードですね。やっぱりウインカーつくんだ。で、3段階目にするとつきっぱで、というかウインカーはどうしてもついちゃうみたいですね。そうなんだ。はい。で、はい、テールランプもついてます。ウインカーはやっぱりつくんだ。で、ちょっと動かしてみましょうか。あ、お、危ない、早いな。ちょっと浮かしてもらいました。バックランプもつきますね。前進してブレーキで、バックの時はバックランプです。さあ、ではですね、こいつのちょっとすごいところ行きましょう。まずこの上に2つ1チャンネルと2チャンネルのボタンがあるんですけど、1チャンネルを押してみましょう。そうするとこのちっちゃいサーボが動きましたね。これ何かっていうとですね、フロントのデフロックとリアのデフロックなんですよ。今、デフはオープンなんですけど、まあ、当然オープンの状態でタイヤ回すとこうね、あのこう回りますよね。で、1チャンネルをオンにする、まあ、オンにすると電気もちゃんとつくんですけど、そうすると、デフロックっていうことで、あ、動かないんですね。なるほど、ちゃんとデフロックついてる前後ね。はい。で、さらにここ今光っちゃってるんですけど、これ押すと、あ、今光ったから、ここのね、ここのサーボがこれ動きます。これ何かっていうと、実はこれトランスミッションなんですよ。で、実はギアが2速で切り替え式っていうね、プロポで、ギアを、まあ、4駆ハイとローに入れ替えができるっていうね、まあ、ちょっと走りながらそれちょっとやってみようと思うんですけど、すげーですよね。はい。で、まあ、あとは、まあ、さっきねライトやったんですけど、ここパカッて開けると、まあ、いわゆるトリム系がねがっつりついております。はい。なので、まあ、見た目はちょっとチャッチく見えるプロポなんですけど、機能的には必要にして十分と、こういった感じですね。すげーぞ。で、タイヤがどのぐらい、段差を超えれるかなんですけど、段差というかね、ストロークですね、こう持ち上げると、はいはい、まだ行くな。あ、後ろタイヤ上がった。後ろタイヤ上がったって言っても、多分これフェンダーにタイヤが当たったことで上がってるんだな。もうちょっとプリロードかけて車高を上げたらもっといくかもしれないんですけど、今現状で、自分の緩めに握ったグーぐらい、結構なもんですよね。まだ行くな、もうちょい行くな、まだ このぐらい行くか、このぐらい上がります。うわ、かっこいいすげえな、さすが1/8。そもそもタイヤもでかいんで最低地上高も高いわけですけど、ストロークもたっぷり、取れてるっていう感じみたいですね。はい。では早速ちょっと外行って走らせてみましょう。
さあではまずはちょっとね普通に走ってみようと思うんですけど、今が、ローギアで、デフは前後オープンです。じゃあ走ってみます。ゆっくり走らせるのも比較的やりやすい、フルスロットルでこんなもんです。今アクセル全開です。まあクローラルなのでローギアだとこれでも速いぐらいなんじゃないのかな。いやロール半端ねえな。いやかっこいい。はいね、今のスピードがローギア。じゃあちょっと次ハイギアにします。ポチッとな。はい、ハイギアじゃあ行ってみましょう。おお速い。結構変わりますね。あーなるほどね。まあ、あのモーターにパワーがない感じがひしひしと、所詮ブラシモーターなんてこんなもんだなみたいな。だってほらあのなんていうんですか、うーんってモーターフルパワーでもちょっとボディ重そうな、車体が重そうな加速しますよね。ほらはい、いやかっこいい。ローラー半端ねえな。はい、じゃあちょっとデコボコしたようなとこ行ってみましょうか。じゃあちょっとね、切り株があったんで、切り株乗ってみようと思います。おーい。おーい。あー、ここはいけねえな。ちょっとね、バックがね、あ、ほら、今ね、デフが空回りしてますね。じゃあここで、もう前後行っちゃいましょう。前後デフロック。さあ、どうだ。ほら、デフロックで、登れるか。うわー、こけた。おー、来た。おー、行く。おー。ほら、ウインカー出んのおかしい。ということで登れますね。そりゃそうなんですけど、いやしかし見た目がやばいな、これ。うわーかっこいい。あ、草が。落ちた。草が、さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。